どうも、陣内智則です。さあ、そして皆さん、ネタ人チャンネル登録100万人達成いたしました。本当にありがとうございます。なんかね、身が引き締まる思いというかね、まあ、これからもっともっと精進して楽しい動画をね、皆さんに配信していこうと思ってたら、なんと今回ぴったりなコント恩返しというのがありまして、皆さんに恩返しということで、まあ、内容は全然関係ないんですけど、これはね、エンタの神様で1回だけやってるんですよ。だからこれを知ってたら、これまたなかなか陣内フリークだなと。まあ、当時はお地蔵さんっていうタイトルで、お地蔵さんを助けて恩返しにお地蔵さんがやってくるっていうネタなんですけど、これもなかなかね、問題作があって、エンタのモニターがね、収録中、モニターごと潰れてしまったと。もう長いエンタの歴史で、初めてよね。そうです、初めてですね。なぜかそのモニターが潰れてしまって、エンタのお客さんの前で1時間つなぐという、なんか話したり、じゃんけん大会したりとか、ようやく故障が治って、もうコントをやったっていうのを思い出があるんで、まあ、その時はお地蔵さんっていうタイトルやったんですけども、まあ、今回はね、まあ、皆さんのために恩返しっていうタイトルにしようかなと。ただね、VTR がね、残ってたんですよ、V が。でも、まあ、昔の僕の V なんで、ちょっと一瞬僕の映像は若いんですけど、まあ、その辺は気にせずに、まあ、気持ちは皆さんに僕が恩返しをするということも踏まえて、見ていただきたいなと思います。コント恩返しです。ご覧ください、どうぞ。疲れたな、今日も。よいしょ。はい、ゆっくりしよう。え？お地蔵さんおる？え、なんで？あ、どうも。お邪魔させてもらってます。地蔵です。喋った。お地蔵さん？お地蔵さんがなんでおるんですか？先日は仲間の地蔵が倒れているところを助けていただいて、ほんまにありがとうございます。そのお礼に恩返しにやってきました。あ、恩返し。あ、なんかお地蔵さん倒れてましたね。あ、恩返しですか。あ、勝手に家に上がり込むパターンあるんや。びっくりした。怖。いや、ごめんなさい。恩返しとか大丈夫なんで帰ってもらえます？帰りません。いや、ちょっとこの状況僕よく分かんないんで帰ってください。いやです、何を言われても恩返しするまでは絶対に帰らないと決めてます。お、さすが地蔵だけに意志が固いね。あいつ誰やねん。気になっとったんや、ずっと。あいつ誰ですか？あ、弟です。弟？あ、そんな血縁関係あんねや。弟おんねん。いや、なんで弟来てるんすか？いや、なんか一緒に恩返ししたいって言うんで連れてきました。いや、ゲームしてるやん。ずっとゲームしてるやん、帰ってきてから。いや、勝手にお菓子食べてんな、ほんで。ノリショーでベタベタになるわ、コントローラー。いや、何のゲームしてるんですか？ぷよぷよです。いや、カチカチや。お前ら二人ともカチカチや。なんでぷよぷよしてんねん。弟がドラクエもしたいみたいなんですけど、いいですか？いや、何時間おる気ですか？ドラクエすんの、今から。何時間おんの？いや、すいません。ごめんなさい。僕帰ってきて、洗濯とかせないといけないんで、帰ってもっていいですか？では、その洗濯を私がいたしましょう。いや、いいっすよ。お地蔵さんに洗濯なんか申し訳ないですよ。僕しますよ。恩返しとして全ての洗濯を私にさせてください。お、これがほんまの全地蔵洗濯機やな。いや、お前黙っとけ。うまいこと言うな、お前。さっきから石が硬いねとか、全地蔵洗濯機やな、黙っとけお前は。いや、違うんですよ。もう彼女来るんすよ。彼女来たらこの状況見たらドン引きするから帰ってください。彼女の顔を拝ませていただきたいね。
地蔵だけに。お前先帰れ、弟先帰れ。何や統治法で言うな。ほんで地蔵だけにやない。いやもうちょっと待って、マジで一応。じゃあ恩返したら帰ってくれるんすね。じゃあ何かしてもらっていいですか。最近困ったことあります？困ったことって、まあ寝つきが悪いってことですかね。では恩返しとして私が抱き枕になりましょう。寝れるか、寝れるかこんなもん。いやカチカチやし、冷たいやろうし、重たいし、腕ジンジンなるわ。いや地蔵で抱き枕は寝れないですよ。あ、そうや、僕ね、あのスクラッチカード買ってきたから今日彼女とやるんですよ。だから早く帰ってください。ではご利益があるように私に削らせてください。いや削りにく、削りにくいわ。いやもう3枚で限界やなこれ、めちゃめちゃ重たいやろ。じゃあ私の重みを生かしてドアストッパーになります。いや気使うわ、地蔵をドアストッパー気使うわ。近所の人見たらどう思うねんこれ。いや他ないんすか。では箸置きになるっていうのはどうでしょうか。いやでかすぎる、食卓邪魔でしゃあないわ。半分地蔵です見てるやん。いやもう他ないんすか。もうしゃあない、私の頭をカンカンに熱くしてプルコギ鍋にしてください。食べにくいわ、絶対バチ当たるわこんな。地蔵の脳天に肉焼いてるやん。いやそれバチ当たるって、よう食べないさ、食欲わかんないさこんな。いやもっと僕喜ぶようなことないんすかね。あるか、こんな状況あるか。なんで撃たれてんねんピストルで。ほんでなんで地蔵を懐に忍ばしとかなあかんねん。助かったやない、ないわこんな状況。もういいっすか、もうちょ怖いわこの状況。帰ってくださいもう、僕の家なんで。ごめんなさいね、早く帰って。ちょっとあ、ほら彼女来た。あ、はいはいはい、陣内さん宅配便です、ハンコください。あー宅配便か。あ、ハンコね、ちょ待ってください。あれハンコどこやったっけな、ハンコハンコ、え、もうこいつ邪魔やな、もういや、ハンコなってる。レベル99まで上げてくれてる。ご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。